はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、妖怪ウォッチプラモデル14ワルニャンです。はい、トリニャンとかガブニャンとかニャンシリーズは結構出てますけど、今回はワルニャンですね。外箱はこのようになってて、アニメでもあった悪すぎる必殺技のチョコボ2本食いが今回できるんですね。しかも謎のサングラスとかリーゼント大砲とかオリジナルギミックもすごそう。ではレビューしていきます。はい、箱を開けるとランナーの袋が1個2個、そして漫画風の説明書。はい、中身を出すとランナーが4つで、すごくパーツは少なめ、シールはそこそこあります。では作ります。まずは頭の内側にパーツをセットして、顔を前からカチャッと、そして表情パーツもはめ込んで、リーゼントをここの穴に刺して、先の部分もカチャッと、上半身は前後でパーツをはめてインナーを差し込みます。下半身はこれも前後のパーツを合わせて、上半身の下からグッと、腕のパーツは完成済みですから左右からカチャッとはめて、尻尾はいつものニャンシリーズと同じでクリアパーツを作って先っぽにセット、もう一個作ってセット、そして後ろからブスッと差し込んで顔もはめます。まずは5分でパーチ組みが終了。ではシールを貼ります。はい、ワルニャンが完成しました。召喚時のこのポーズの背中向けがちゃんとできるんですね。これはいいかも。はい、ぐるっと見回すとこのようになってて、バッチリヤンキー座りも決まってますし、反対側、そして、まあ、正面というか後ろ。台座がなくてもここで支えられますから、自立もできますね。首がボールジョイントでぐるっと回転するのと、両腕も上下に動きます。ボディ部分は固定ですね。あと尻尾もジョイントで動きます。なので、こんな感じで正面を向くことで、綺麗なヤンキー座りもできますし、チョコ棒が2つ付属してますから、手のスリットを使って、ここにチョコ棒をスッとはめ込んで、腕の位置を調整すれば、はい、ワルニャンの必殺技のチョコ棒2本食いができます。まさかの完全再現。どの角度から見てもすごくいい感じ。割とシールがいろんな箇所にありますから、色再現もほとんど問題ない感じですし、シールは10分で貼れましたから、全部で15分で完成ですね。さらにジバニャン同様、後ろのこの丸ボタンを押せば、表情部分が外れますから、付属の別パーツに付け替えることで、はい、ヤンキースタイルから、チャラい感じに変わりますね。表情シールは何パターンかありますし、カスタムステッカーもいろんなものが付いてますから、パッケージのように、眠ってるワルニャンとか、泣いてるワルニャンとか、いろいろ遊びますね。リーゼントの付け替えパーツも付いてて、これを付け替えることで、プラモデルオリジナルギミックのリーゼント大砲もできますし、さらに、元のリーゼントパーツを分割して、先っぽ部分だけ刺すことで、短いリーゼントにすることもできます。はい、他のニャンシリーズと比べるところで、ニャンシリーズも、ほんとどんどんクオリティが上がってますね。前回のメラメライオン同様、今回もすごく出来がいいです。はい、ということで妖怪ウォッチプラモデル14ワルニャンを紹介しました。噂によると次の15は桃太郎ニャンがプラモ化されるそうですから、いよいよ妖怪プラモシリーズもバスターズに突入ですね。
個人的にはフーニャンをずっと待ってるんですけど、年末の映画ぐらいまでには発売してほしいですよね。以上、妖怪ウォッチプラモデル14ワルニャンの紹介でした。